おい、登録者数百万人のキッズに、キッズとかよくわかんない、なんかあの女たちに大人気だったジュキアとかいう大物 YouTuber、 息してるかA 番気持ちいいかはい、あの多分僕のチャンネルの視聴者とかはね、あんまりどこ行った、どこ行った、おい、俺もちょっとあれがないと喋れないよ、喋れないよ。僕のね、視聴者の子たちとあんま分かんないっていうか、僕自身もね、正直あのほぼ知りません。なんだけど、ジュキアっていう名前の、ほんとこんな感じのね、見た目したね、あのこういうあの若いなんか女の子、あの K-POP とか韓流アイドルとか好きそうなね、女の子に人気そうな見た目してる、なんかあのね、あの男の YouTuber がいたんです。登録者何百万人とかの、うん、がなんかどうやらあのまあ真相は定かではないんですけど、YouTube のチャンネルですね、メインチャンネルとその他2つくらい持ってたチャンネル、合計3つくらいのチャンネルを全て YouTube から、バンされまして、アカウント削除されて、どうやらこれはあの過去にあったあのヘズマリュウとかとあの同じような、ガーシーとかと同じような、もう YouTube 自体からの永久バン、もうどんなに新しくチャンネルを作ってももう一生あなたは YouTube に動画投稿できません、 YouTube で活動できませんみたいな、そういう永久バンを食らった、というね、あの、まあ、ちょっとあの YouTube 界隈ではね、大ニュースとなっておりましてね、あの僕自身あの全く関わりありません。申し訳ない、僕別にジュキア君にね何の恨みもないし、とかあのほぼ動画見たことないし全然知らないんだけど、まあ、ちょっとね、大物 YouTuber が永久版になったということでね、すごい話題なんですね。で、まあ、その件に関してね、これね、まあ別に何の恨みもないし、別に嫌いというか、まあ、好きな類の YouTuber ではないです。そもそもこれなんで、今回 A 版、すべてのチャンネルが消されたかというと、まあ、ジュキアさんって、なんかね、すごい、性的な動画、あの渋谷の街行く若い女の子、未成年とかの子もいるのよ、女子高生、女子中学生、なんならもう 親と一緒に歩いてる女子小学生の子とかに、なんかあのカメラ回しながらインタビューで、なんかすごい性的な内容のね質問をしたり、なんか初体験はいつとかそういうのかなとか、あのなんかね、小学生のね、お母さんと一緒に小学生の子にね、なんかハメ撮り見たことあるみたいなね、そういうなんかあのもう信じられないようなあの内容の質問をしてね、でモザイクかけずに、その子たちをモザイクかけずに、まあ許可は取っているんだろうけど、それでもかけろよっていうね、あのまあモザイクかけずに動画出したり、あとなんか釣りサムネみたいな感じでね、まあその街のインタビュー動画、女の子の顔写真とかをねサムネに出して、で文字で「私レイプされたことあります」みたいなね、そういうなんかあのそれなんか釣りらしいんだけど、全く動画内では言ってないのかな、わかんないけど、まあそういうなんかさね、あの女性のね、見ず知らずのね通行人の女性の顔を写して、そういうなんかあのすごい性的な内容のサムネイルを作ったりみたいな、それがもう何十本もあってみたいな、まあ下品な動画が多かったらしいんですよ。でまあそういうのがまあ影響したりだとか、あとなんか女体盛りあるじゃん、女の人のあの裸の上に刺身を並べてそれを食べるみたいな、ね、まあ昔そういうのよくあったと思うけど、まあそういうのをやってたりだとか、まあとにかく本当にね、まあ批判の声って前々から多かったらしいんですね。でまあ今日昨日かな、このタイミングで、まあ、ついに YouTube 側が動いたのか何なのか分かんないし、通報が多かったのか何なのか分かんないですけど、まあメインチャンネルと、あとはそのゲームチャンネルとか、多分あんまそんなに過激な動画を出してなかったであろうゲームのチャンネルとかも全部まとめてバンされてっていう感じでね、まあね、これ見て思ったのはね、正直ね、
正直バンになって、全然僕自身はねファンでも何でもないし関わりも何もないし何の、感情もないんで、正直まあ、ああって感じですよ。やったーって言ったらだけど、まあ僕 YouTuber 嫌いなんでね、自分以外の YouTuber 全員嫌いだから、まあ一人でもね調子乗ってる YouTuber がね減ってくれたなら、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、ただねまあ一言じゃないなっていうのはまず一つ思ったんだよね。一言じゃないなっていう、まあ、俺自身もね結構ね攻めてますからね、ほんと攻めてね結構やってますからね、いつバンになるかわからないっていうのもあるし、あとその、まあ、別にこれジュキアさんをかばうわけでもないし何もかばうつもりもないんだけど、ただねこれバンになんだったら他のねYouTuber もっとバンになってもまあおかしくはないよねっていうのをねちょっと思ったんですよね。まあ、もちろんジュキアさんのねチャンネルなんてまあ本当に下品な低俗なものが多かったんで、まあ、バンになって当然だとは思うんですけど、むしろなんで今まで生き残ってたんだっていう、あんな性的なねあんな動画よく残ってたなって思うんだけど、ただあれバンになんだったらまあ結構さなんだろうな、過激なというか誹謗中傷じゃないけどね、人の悪口言ったりね、結構攻めたチャンネルってあるじゃないですか、けどその未だに生き残ってるチャンネルもあればね永久バンになる人もいたりだとか、そこら辺のなんか基準というかその差って何なのかなっていうのはねいつも思いますね。別に全く構うつもりもないし全然バンになってもらって構わないんだけど、ジュギアなんでね、だから怖いですよ、オイラもね怖いなりよ正直言うとねえ、まあ僕はそんなんつうの未成年を映して未成年の女の子に性的な内容とかそういうね下ネタ系とかねやってないし、まあ、エロいコンテンツとかはないけども、まあなんつうのかな、やっぱり怖いよね。 YouTube って本当にね日本の企業とかと違って容赦ないから、もう一気にこう改革を進めるときは一気に変えるし、もう運営がもうあなたダメですバンですって言ったらもう容赦なくね消されちゃうんで、ジュキアさんとかはねもうめちゃくちゃ稼いだと思うんですね、おそらくだけど、まあ、なんかなんだろう、浪費が激しかったりね金遣いが荒かったりとかで、まあどれくらい貯蓄があるのかとか知らないけど、まあ別に YouTube バンになったとしてもまあどっかしらの媒体で活動はできると思うんですね。だからまあ痛いだろうけど、まあそんなにそこまでダメージないって言ったらねそれは嘘かもしれないけど、まあまあまあなんとかなると思うんですよ。ただ俺みたいな過疎の庭園 YouTuber がねじゃあ今からバンにしますと永久バンです捨て上げさんさよならってなったら、まあ、全然話は違うわけで、うん、だから正直ジュキアの、まあ、チャンネルバンみんな喜んでるだろうけど、まあまあ別にね人気であることには変わりないだろうし、僕自身はねなんか他人がバンになったことよりもね自分が今後ね生きていけるのかっていう、ね、昨日上げた動画もねなかなかねなかなかね過激でしたからね、本当にいつねバンになるのかっていうね怖いですよ正直本当に。だからオッケーノルマ達成してんね、オッケーねー、そこら辺のなんかこう、うん、いやでもね、まあジュキアでもバンにするんだなっていう、まあバンされて当然であるんだけど、まあちょっと今までみたいなヘズマリュウとかガーシーとかとはちょっと毛色違うじゃん、まあ同じようなもんなんだけどちょっと違うじゃん、なんつうの、いやまあ似たようなもんか、似たようなもんなのかな、わかんないけど、なんつうの、まあちょっと視聴者層も違うだろうし毛色も違う。YouTuber でも容赦なくバンにするんだなっていう、そのなんかこう一つの線引きが見れてね、YouTube って本当にどん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 こっから
規制を強めてってね、本当にさらにね、もう年々厳しくなっていってるけど、多分どん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 もう3年後5年後とか10年後には多分めっちゃ厳しくなってるんだろうなっていうふうに僕は思いましたね。だからこれ危ないよ。捨て上げチャンネルもね、これ危ないよ本当に。だから皆さんね、つまらなくなったとかね、もっと外に出てね過激なことやるだろう、なんか組織に所属して戦えとか、もっと攻めろとね、みんな言うじゃん。でもなぜそれがねできないかというと、そういう事情もあるんです。本当にね、YouTuber なんていう職業はね、奴隷なんですよ。 Google に首根っこをつかまれてるね、本当命綱をつかまれてる、本当哀れな存在なんです。本当に弱い存在なんで、だからいやそれ俺だってね、もっとこう攻めた動画とかね、やりたくはないけど、まあ気持ちは分かるんですよ。視聴者の方がね言う気持ちは分かるんだけど、いやね、ちょっと、まね、待てと、松本人志、待てとということでね、それをね、やるにはやることにはできるかもしれないけど、やる、ね、その先に、ね、チャンネル版永久版っていうものが待ち構えてたら何の意味もないんだぞと、一生分稼ぎきった人だったらいいだろうよ、それは重機屋さんみたいな、ね、だけど、ね、YouTuber っていうのは、ね、一生分稼ぎきる前にチャンネルが消されたり活動できなくなったらおしまいなんだよ本当に。よっぽど他のサイト、 TikTok なりね、どこでもいいよ、 Twitch でもふわっちでもツイキャスでもの、よっぽど他のサイトでもう移行してもできる、やっていけるっていう実力のある人以外は基本 YouTube 依存なわけじゃないですか。よっぽどなんか企業案件とか企業とコネがあってなんかそっちで、ね、引き取ってもらえるとかじゃない限り、 YouTube の再生数依存、広告収益依存の人はほとんどなわけであって、 YouTube 消されたらね本当厳しいんですよ、うん、だから気持ちはね分かります。もっと面白い動画出してくれってね、分かるんですよ。僕らってね、僕らって不甲斐ないなと思いますよ、うん、けどね、ビジネスやからさ、ね、YouTube もそこら辺のことね考えんで、好き勝手ねやってね、せめてなんか視聴者が喜んでくれるからって、再生数取れるからって、そういう下品なね下ネタとかね性的な動画ばっか出してたら本当消されるんでね、もうそこら辺のリスクマネジメントはね、こう見えてね、私徹底してますんで、もうだから本当ね頭使っていかんとねダメですね YouTuber は。